あなたはいい人。
しくない、真面目な声で私に迫るから、眠気も覚めた。もしも今でも一人なら、映画みたいな恋をして、愛を育ててみたいねと笑ってみせる。それじゃあさよなら、これきりと冷たく受話器を置いたけど、涙が知らずに溢れ出す。なにわ節で人生は歌えます。情けの枝で締める。
ありがとうございます。武田栄一さん、小柳智美さんでお送りしました第1部、これで終了となります。第2部は、この後30分後となります。ここで30分の休憩をいただきたいと思います。どうぞまたお出かけください。ありがとうございました。